じゃじゃーん、よーし。っていうわけで、さっきの一個前の配信から、こちらが最終ステージということを聞いたので、ああ、あそこにもう出口あるわ。配信には載せきれなかったので、自分一人でやっていきたいと思います。とりあえず、動画編集したことないから、動画の編集っていうところがまず一番の私の中の不安材料ですが、あれがレバーで、あのレバーを上げると、このフォークリフトが上に上がり、ということは、この板をだね、これが板だね、この板をだね、よいしょ、持てない、いやー、さっきの配信が終わってからね、何時間経った？ 2 時間、3時間ぐらい経ったからね、なかなかね、あの時の、ナイスって言ったテンションもね、落ち着いたよね。よいしょ、あー、ダメ。よいしょ。ティ、あ、ナイス。おい、ナイス。はい。あ、ドン。うまくない？うまいな、これ。私、うまいぞ。よいしょ。ナイス。はい、こっち入ります。あと入りません。よいしょ。こっちにやって、もうちょっとこっちやねん。で、よいしょ。これを、もうちょっと、こうやねん。こうやねんの。あ、わかった。向こうから押してやった方がいいな。押して、押しますよー。よん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 。こうね、一人でやってると日頃どれだけね、みんなのコメントに助けられているか分かっちゃうねん。これで半端に上げてよじ登り、よじ登ったら乗って、まあ、あそこまで行けば何かが見えるだろう。まずあそこまで行こう。はい、上がって、この辺かな。上げすぎたかな。ちょっと上げすぎかな。一人でいけるかな。よいしょ。おーい。ぴょん。よいしょ。登って。よし。よいしょ。てっ。よいしょ。ナイスー。よし。登れた。はいはい。登りよーん。よいしょ。よいしょ。あ。動画なんだから、自己紹介しなきゃいけなかった。どうも、声優の篠田ゆかです。一個前の動画見てればわかるかもしれないけど、テンション高めの女です。あー、わかった。うん？わかってない。あ？これを、どかすと、これさっきのあの、ブランブランした、取っ手やろ？取っ手が取れて？抜けない。抜けないよ。あ、抜けた。よし。で？え？スイッチどこよ？出口のスイッチ。スイッチなくない？あれ？スイッチ。このさ、一人で動画を撮ること何が一番難しいってさ、誰もヒントをくれないところよね。で、これを？これ下にあんのかな？いや、ちょっとわかんないからこっち行って、よいしょ。もうちょっと見ましょうよ。あれ？スイッチどこよ？ん？あの下？もしかしてあの下を突き破る的な？ってことは、あれを落とす的な？落として割って、落として割っての、自分ごとでダイブしちゃうか？ドライブ！あれ？行かない。自分ごとダイブはできないのか。よいしょ。あ、こっち側の端っこを持てばいけるんじゃないか？迫力満点の映像をお客様にお届けします。キュン！わー！ドゥーン！いって。迫力満点だったかな？これで？これが？このスイッチが押すと、あっ、また引きちぎっちゃった。
また引きちぎっちゃったけど、まあ開きっぱなしだったからいっか。よいしょ。なあばら。もう誰この取って作った人。すぐ壊れるんだけど。でこれはなんかね覚えがある。これはさあれだよ、これに乗ってゆさゆさして向こうへトライするやつだよ。これはね4人でやった時のことを覚えてる。あた痛い、膝から落ちたわ。さあ何回でできるかな。とりあえず1回目失敗。篠田選手2回目のトライです。ディディディーン。はい下がってジャンプ。お、いけた。うまいじゃん。うまいじゃん、私。これがどういう原理でね、振り子が強くなるのか、ちょっとよくわかってないのだよ。これ前後をしてればいいのかな。あ、行くね、行くね。行くね、行くね。よかよ、よかよ。よかよ、よかよ。あ、もうこれいけるね。これいけるね。はい、パンチラー。はい、行きます。おうおうおう、ナイスナイス。あ、そこにガラスあったのか。はい、ティーヤッ。ということで、皆様とっても短い動画でしたがいかがでしたか。篠田きっと字幕とか入れちゃうんだろうな、多分なんか出てるんだろうなって予想しながら今ここにいます。どんな動画になっているかは私にも今のところ分かりませんが、ちょっとずついろんなことを練習しながらやっていきたいと思います。新しいパソコンに期待大。いやいやいや。いやというわけで皆様、チャンネル登録やら高評価やら、励ましのコメントやらいろいろくださるととっても励みになります。よろしくお願いします。というわけで皆様またね。よいしょよいしょ、バイバーイ。虫の音がする。ブーンじゃないよ。